はい、えー。それでは始めます、えー。令和3年予備試験論文式試験分析会、刑法の講義を始めます。担当講師の反町です。よろしくお願いします。えっ、ー、と、はじめに配布物を確認しておきます。えー、3部、うお手元にあるか確認してください。えっ、ー、と、刑法という、えっ、ー、と、まあ、レックの方で作成した、えっ、ー、と、問題文と、あと、当番ですね、参考当番が収録されているレジュメ。 あと講師レジュメというものとですね講義ノートとこれ2つですねこちらがこの講義で使うレジュメになりますで合計3本お手元にあるかを確認してくださいで基本的に講師レジュメというレジュメに基づいて解説していきます、はいえーとまあ、時間が限られているので早速内容の解説に入ります、まあ、問題は、ね、検討していただいているという前提で早速解説に行きますけれども はいえっと、まず今年の問題、全体の感想からですが、えーまあ、総論、格論。総論はまあ不作違反、そして共犯。格論は個人法益社会法益とで。個人法益は財産犯ということで、えー、非常に全範囲からバランスよく出題するという傾向は、もうここ数年ずっと続いてますね。で問題の難易度も、えー、ここ数年、非常に安定的で、えー、両問だと思います。 ただ、刑法はやはり検討すべき事項が多い分量が多くてですね時間配分に注意しなきゃいけないと本番の試験ではね、えーまあ、問題の難易度そのものはそれほど高くないんですけれどもこの要求される事務処理能力というかあそれなりに、ね、その事務処理についてはかなり高度な力が要求されていると、えー、ここはやはり問題演習を繰り返してこういう問題の、まあ、処理に慣れるしかないというところがあります。 はい、えー。じゃあ早速う、中身の分析、レジュメ、お手元のレジュメ1ページから行きましょう。えっ、ー、と、まず、コの在籍というところを見ていきます。 で、第1、Y に対する窃盗罪の成費で、えー、まず一つ目の要件としては他人の財物と、で、各個保護法益及び財物性というところの検討ですけれども、えー、まあ、問題文見ていただいて、えー、所有物の取り戻しという事案なので、まあ、いわゆる本建設と所持説、占有説の対立が問われているということは、まあ、すぐにわかる。 ただですね、まあ、これ判例上はもう所持説、まあ、先遊説ですね。で、まあ、確立している、まあ、実務上はですね、確立している論点なので、えなんていうか、実務的にはあんまり問題ではないというか、なかなかと論調するような論点ではないんですよね、感覚としては。まあ、ただ、解説講義なので、えー、一種論点的な解説をしておきますけれども、えっと、お手元の講義ノートの方ですね。え窃盗罪の保護法益と。 で、242条の、まあ、事故の財物と、えーまあ、この文言は、事故の所有に属する財物だと、ここに争いはないんですね。242条の方の解釈は。で、そうすると、235条の、まあ、この窃盗罪の他人の財物、鍵カッ他人の財物、 はい、これはどういう意味なんだとこういうところが、この235条と242条の関係で問題になると。まあ、いわゆる論点的にはそういう論点ですね。で、ご存知の通り、まあ、大きく分けて、本建設と専有説、所持説の対立がありますよと。でまあ、ざっと説明しておきますが、まあ、本建設は保護法益は本権だと。専有を正当化する実質的権利が保護法益であると考えると。そうすると、235条のこの鍵括弧他人の財物というのは、他人の所有に属する財物と。 こういうふうに解釈するので、えー、当然、まあ、一物一権主義からですね本来、えー、この事故の財物と他人の財物は別,々別物、えー、事故の財物に他人の財物は含まれないんですね他人の財物というのは他人が所有するもの事故の財物というのは事故が所有するもの、はい、でそこで242条があって242条は235条の例外規定だと。 おすなわち本来は事故の財物に他人の財物は含まれないんだけど、他人が本件に基づいて占有している場合は例外だよと。本件に基づいて占有している場合は、事故の財物も他人の財物に含まれるんだという、ね、この例外的な場合を規定したのが242条だと、えー。こういう解釈になります。でそれに対して判、まあ、例実務の立場である占有説、所持説。まあこれ保護法益は当然占有そのものだと。事実上の支配状態が保護法益だと考えるので、 えー、他人の財物というのは、まあ、単純に他人が占有している財物という意味だから結局242条は事故、えー、の財物であっても他人が占有している限り、ね、他人の財物に当たるのは当たり前の話で当然のことを注意的に規定した注意規定だということになるんですね、まあ、242条の解釈をめぐって、まあ、窃盗罪の保護法益論の対立があるよということです。 はい。まあ、この辺が基本知識で、で、そうすると所有者による不法占有者からの取り戻し、あるいは引き上げというね、この類型はどういうふうに分析されるかというと、えー、まあ、本建設からすると結局不法占有者ですから、本件に基づいて占有していないので、えー、窃盗罪を構成しないという結論になると。 これに対して、占有説、所持説からすると、占、まあ、有をね、侵害した以上は窃盗罪を構成すると。まあ、ただし、自給行為等で、まあ、違法性阻却の余地はあると。こういう分析の仕方になるわけですね。で、えー、まあ、一応論点的な解説はこれぐらいにして、 で、本もいきますけど、本罪は人の財物に対する事実上の所持を保護,保護しようとする規定であって、その所持者が法律上正当にこれを所持する権限を有するかどうかを問わず、物の所持という事実上の状態、それ自体が独立の法益として保護され、乱れに不正の手段によって侵害することを許さ,許さないとする法意であると。えー、まあ参考判例123をつけておきました。 え、ま、判例の立場ですね。えー、いわゆる占有説、所持説と。え、従って、え、本条に言う他人の財物とは、あ他人の占有に属する財物、え、を言うんだと。242条三章まあ、先ほども言ったように242条は、この立場からすると単なる注意規定ということになります。で、当てはめ。え、本件段ボール箱は、あ、こうが Y に預け渡し、これを受けて Y が、 自宅で保管していたものであるが、公が Y 宅から持ち出した時点において本件段ボール箱が Y の事実上の支配内にあったことは明らかであるから、仮に公にその所有権があったとしても、本上に言う他人の占有に属するものにあたると。いいですね。 諸事、まあ、説、占有説からしたら問題ないんですけど、まあ、これに対して本件説からするとね、えー、不法占有者の占有に対する、あごめんなさい、えーと、不法占有者が占有する財物っていうのは他人の財物に当たらないということになるので、えー、そうすると Y が不法占有者なのかどうかということが問題になりますね、本建設から分析するならば。 で、確かに当初は所有者である、うま、こうから、あ、まあ、管理を委託されているということなので、当初の占有は適法なんでしょうけど、まあ、返還返還を拒んだ時点でね、そこから先は不法占有者ということでいいでしょう。まあ、先ほども言ったようにね、ただあんまりここはもう所持説で確立している論点だから、本件説で答案を書くということにあまり合理性はないと思います。で、なお書きでですね、えっと、なお、段ボール箱に在中している本件帳簿、 これがですね、河野脱税の証拠であると。えー、最も成立した本罪の方位からすれば、たとえ法令上その所持を禁じられている場合であっても、えー、社会の法的秩序を維持する必要からして、物の所持というそれ、えー、事実上の状態、それ自体を独立の法益として保護する方位、えー、趣旨であると解されることから、その財物性は否定されない。まあ一応ですね、盗んだ 呃、段ボールの中に、えー、犯罪の証拠品が入っているという事情があるので、まあ、いわゆる金製品の財物性と言われる論点ね。まあ、あそこを意識してちょっとここを検討しておきましたけど、まあ、財物性は問題にならないかなと、本問ではあ。そういう感じがするので、まあ、ここはね、実際の答案では論じる必要はないかなと思います。はい、以上より、本件段ボール箱は他人の財物に当たると。で、2番目、摂取の要件ですね。公が本件段ボール箱を Y 宅から持ち出した行為、以下本件持ち出し行為。 これは Y の意思に反して、その繊維を侵害するものであるから、接種に当たると。 で、3番目、故意及び不法領得意思ですが、こうは、上記各事実の認識任用に欠けるところはない。まあ、これで故意ですね。また、得意先との取引に本件帳簿が必要であったこともあり、これを取り返そうと考え、本件持ち出し行為に及んでいるということで、不法領得意思も認められる。まあ、不法領得意思の定義を書いた上で三段論法で当てはめっていう形で丁寧に書いてもいいですけど、まあ、この辺は問題なく認められる要件なので、まあ、端的にね、認定しちゃっていいかなと思います。で、2ページ目。 で、四、えー、4番目で違法性ですけれども、時給行為等と。えー、先ほども言ったように、所持説からは一応、構成要件該当性は肯定した上で、違法性訴却の余地を問題とすることにはなるんですが、まあ、参考判例2ですね。参考判例2も、えー、一応違法性に言及していると。最、えー、もっともですね、判例上、時給行為により違法性訴却が肯定された事案というのは、少なくとも最高裁レベルでは存在しないと。 いうことで、えー、まあ実務的にもですね、時給行為についてはメインの争点として意識されることはまずないかなという感じで、まあ当案上もあんまり大展開する論点ではない、議論ではないというのがまあ実務上の感覚です。えー、まあもちろん三段論法で規範立てて当てはめってやってもいいですけど、まあね、えー、と、問題文の分量が多いということとの関係でも、まあこの辺はテキパキ処理していいかなという気がします。 で、まあ、一応ただね、無視するわけいかないので、えっ、ー、と、検討、言及だけはしときますけれども、2ページ目。え、こうは本件ダンボール箱を回収したい旨を告げた際、Y から、あの帳簿を税務署に持っていったら困るんじゃないのか、返して欲しければ100万円持ってこいと言われたと。え、本件持ち出し行為に、まあ、そういうふうに言われたことから本件持ち出し行為に及んでいると。で、かかる Y の行為は、こうに対する恐喝罪に当たり得るものであると。 でもっとも、脱税という事故の違法行為の発覚を免れる目的で、公が任意に預け渡した物の返還について、法律上の手続きによらず、自ら実力行使に出た行為は、社会通念上住宅者に受任を求める限度を超えた違法なものという他ない、したがって自給行為、ないし正当な権利行使として違法性が阻却される余地はないという認定にしておきました。まあ、この辺は判例の言葉をね、えー、使って、えー、そのまま書いてますけれども、 まあ参考判例の方を参照して見ておいてください。以上より本罪が成立するということでいいでしょう。で第2、建造物等意外放火罪の製品と。でまず放火罪は客体の認定からです。甲、えー、が火をつけて焼却し廃棄しようと意図した客体である本件帳簿。ちょっとここ注意してくださいね。 えー、問題文の、ね、読み間違いに注意してください。これ、一見するとですね、眺望を火の媒介物にしてドラム缶に放火した行為に見えるんですよ。一見すると。えー、通常何か大きなものに火をつけようとするときは、何か媒介物を使ってね、 えー、まあ、オイルを塗った新聞紙とかそういう媒介物を使って火をつけるので、えー、そういう行為に見えるんだけど、問題文を正確に読むと本件は別にドラム缶を燃やそうとしたわけじゃないですね。えー、あくまで帳簿に火をつけて、ね、えー、それをドラム缶に捨てたというだけで、こが燃やそうとしたのはあくまで帳簿であってドラム缶じゃないです。えー、ここ読み間違えると序文間違っちゃうので注意してくださいね。はい。 で、じゃあその帳簿が客体ですけれども、これは108条および109条に規定する建造物等以外のものに当たると。でしかも、公の所有に属するものであるから、事故の所有にかかるときで、110条2項ですね。で、次、放火ですけれども、公が本件帳簿にライターで火をつけた行為は、放火に当たる本件放火行為というと、まあ、これは問題ないでしょう。で、で次が消損ですね。 本件本格放火行為の直後、火のついた多数の紙片が炎と風に煽られて舞い上がっており、 本件帳簿が炎上して独立して燃焼する状態に達したことから、鍵括弧焼損にあたる。まあ、小村も、えー、ここも三段論法でね、独立燃焼説を論証してから当てはめって形でもいいんですけど、まあ、ここも問題ない要件だから、さらっと端的に認定するでいいでしょう。で、えっ、ー、と、問題はその次からだな。公共の危険の発生と。ここからです。えー、参考判例4をつけました。 で、公共の危険の意義についてはご存知の通り、まあ、建造物等への延焼の危険に限定されるか否か、ああ、それが対立の視点ですね。で、ところが、ま、最高裁が非限定説で、もうここもね、決着をつけた論点ですので、まあ、実務上も、もはや論点としてあんまり大きな問題とはなってないと。えー、当案上もね、えー、非限定説を論じた上で、淡々と認定していけばいいでしょう。 で、えー、は見てください。えー、放火罪は不特定または多数人の生命身体及び財産を保護法益とする公共危険罪であるところ、110条1項にいう鍵過去公共の危険は必ずしも同法108条及び190条1項に規定する建造物等に対する延焼の危険のみに限られるものではなく、えー、これに限られるっていうのが限定説ですね。えー、限られるものではなく、 え不特定、または多数人の生命身体、または蒸気の建造物等以外の財産に対する危険も含まれると解する。これが非限定説。えー、最高裁ですね。じゃあ、当てはめです、えー。蒸気放火現場である防波堤には油が付着した漁網が山積みにされていた。え火が舞い上がって、 ただ、火がついて舞い上がった紙片が接触したことにより、同漁網が燃え上がっており、現に建造物等以外の財産に対する炎症の結果が発生して、まあ、現に炎症結果発生していると。さらに、同防波堤は釣り人に人気の場所で、普段から釣り人が立ち入ることがあったところ、たまたま近くで夜釣りをしていた5名の釣り人が発生した煙に包まれた上、その1人が同防波堤に駐車していた原動機付き自転車に炎症する恐れも生じている。 まあ、生命身体、そして財産ですよね。えー、危険がこうやって生じているということを認定すれば、あそれでいいでしょう。えーまあ、結論としては、だから、不特定、または多数の人の生命身体、または建造物等以外の財産に対する危険が発生したと認められるということですね。えー、まあ、非限定説に立てば、この要件は肯定できるでしょう。 で、次が意です。えー、まあ、公共の危険の認定が出る問題がですね、まあ、公共の危険の認定をさせる問題が出題された場合は、ほぼほぼこのね、えー、公共の危険の認識の要否っていうね、こっちの論点もセットで出題されますね。えー、司法試験でも出題された時はこれセットでしたね。えー、その公共の危険を認識していないという事情があって、これが主観面で問題になると。 はい。で、参考判例5をつけておきました。これもね、ちょっとま、言及する時間ないので、後でね、えー、復習の際に見ておいてほしいんですけれども、えー、公共の危険の認識の要否については、こちらはですね、最高裁が、ま、不要説で決着をつけたのは、110条の事案であったことから、えー、109条2項の場合の公共の危険の認識の要否については、実務上も、ま、未だね、えー、争点として残っていると。 で、109条2項の場合は、むしろ下級審とか見ると、認識必要説の方が有力ということも指摘できるんだけど、ただ本文は110条の事案でしたので、ここもあんまり悩まずに不要説でそのまま処理すればいいかなと思います。で、見ておきましょう。えー、本条の放火罪が成立するためには、火を放って道場所定の物を焼損する認識があることが必要であるが、あ道場1項が4 で、その文言を用いて、結果的課長犯として本罪を規定していることに鑑み、え、道場2項についても、詳細の結果、公共の危険を発生させることまでを認識する必要はないと、を返すべきであると。はい。まあ、一応こうやって論じておきました。まあ、厳密にはね、これ2項の場合は、結果的課長犯であるという構成はできないんだよね、厳密には。2項は、 あ自己所有ですよね。自己所有のものですから、その自分のものを壊しても器物損壊にはならないじゃないですか。えー、1項の方はあ基本犯が器物損壊罪でその結果的過剰犯だっていうふうな説明は一応できるんだけど、2項はね、えー、自己物壊しても器物損壊に当たらないので基本犯が犯罪じゃないんで、結果的過剰犯だって っていう説明はですね、えー、厳密には妥当しない。ただ、ま、一項が結果的加重犯だから、二項もそれと表則を合わせて、えー、結果的加重犯的に考えて、加重結果についての認識は不要だと。まあ、こういう論証をするのは、ま、いいでしょうということですね。はい。えー、なので、当てはめ。え項、ー、は、あ現場の防波堤に普段から釣り人が立ち入ることがあったことを知らないと。えー、本件放火行為の時点においても、周囲が暗かったため、えぇ、ー、蒸気の漁� そして、原動機付き自転車、及び釣り人5名の存在をいずれも認識していなかったと。え最もっとも、常実の通り、本罪の故意が認められるためには、公共の危険を発生するさせることまでを認識する必要はないことから、本件、帳簿を承損する認識に欠けるところがない以上、本罪の故意は否定されないと。これでいいでしょう。で、結論、本罪が成立すると。 えっと、あと一応炎症結果が生じている事案なので炎症罪も一応フォローするんですけれども、なお、上述の通り、本件放火行為の結果、漁網に対して現に炎症結果が発生していると。最も同漁網は無種物であるっていうことが問題文に書いてあるんだよね。ですので、110条1項に規定するものに当たらず炎症罪は成立しないと。まあ、炎症罪の構成要件はこれ卓一ではよく出るので、ここはね、えー、とね構成要件を押さえておいてくださいね。 えー、炎症虐体が現住建造物である場合、それ以外は他人所有のものであるということが前提なので、えー、無種物だということであれば、炎症しても炎症剤にはならないということでいいでしょう。はい、えー、以上が前半の格論部分で,で、次、4ページ。 ここからが総論部分ですね第3、X、に対する殺人罪のおつえの重犯の成否というふうにしてあります、えーとね、問題文の最終文ちょっと見ておこうか、えー、と問題文,、えーと,問題文えー、とレジュメの方の問題文が収録されてるレジュメの方の2ページかな ここか。公にとって容易に取り入れる措置を講じた場合は、オツの犯行を直ちに止める可能、止めることができた可能性は高かったが、確実とまでは言えなかった。この部分ね。で、まあ、この部分のもう文章を見るとね、これ明らかに、まあ、不作為法助の因果性の検討を意識させる文章なので、 え、出題の趣旨がですね、え、不作為法助の検討にあるということはおそらく明らかであろうというふうに思われますが、これいきなり法助班飛びついちゃダメです。え、まずは正犯が成立しないかっていうね。まあ、この手の問題は検討手順。ちゃんとステップを踏んで検討していく必要があります。え、がって、え、検討手順をノートにまとめておきましたが、まあ、不作為形態による犯行への関与ですが、 まずはやはり正反単独犯の成費から見ていくと。不作為単独犯の成費。で、これが成立するには救命義務ですね。すなわち、直ちに X の救命治療を要請する義務というね、こういう作為義務の認定が必要になると。 で、こういう作為義務を認定するには、当然ね、先行行為による危険の喪失だとか、排他的社員の設定だとか、まあ、この辺は判例の分析を通してですけれども、ね、こういう作為義務を基礎づけるような事情が当然必要になってくると。で、本文ではちょっとここまでは認定できないなということで、これが否定されると、次は、じゃあ、共謀共同戦犯はどうかということですね。 乙、えー、との意思連絡が認定できれば共同戦犯だというふうにいけるんだけれどもやはりここもね、目次の現場共謀は認定できないだろうと、意思連絡が認定できないだろうと、でこれでやっと、じゃあ、重犯はっていう形になるわけですね、えー、不作為による重犯の性被と。と、ここでは犯行阻止義務だなあ、実行者の、実行行為者の犯行を止めるための措置を講ずべき義務と、救命義務ではないんですね。 えー、結果回避義務ではなくて、正反の犯行を阻止する義務なんですねで。それに対応して犯行阻止の改善性と。だからこれも結果との関係で、結果回避義務ではないんです。結果発生防止の改善性とかね、救命可能性とか、そっちじゃないんですね。結果との関係での義務、えー、可能性では防止可能性ではなくて、正、え、反、ー、の犯行を阻止できる可能性ということになるわけだよね。 えーとまあ、これはほう助の因果性の問題で、これ、後ほどまた言及しますけれども、えー、と一応ここではですね、こうステップを踏んでみていこうということを指摘しておきます、で、レジュメ戻っていただいて、えー、っと4ページ、常軌、おつによる殺人の実行行為、お、ま、つ、あの実行行為を目撃した子は、おつを制止せずにその場から立ち去っていると。 え、こうは事故の責めに帰すべき自由により、X の生命に具体的な危険を生じさせたとは言えないということなの。まあ、これ、あの、有名なシャクティ事件で最高裁が認定した事情ですけれども、そこまでは言えないだろうということで、直ちに X の救命治療を要請して、X の生命を維持するために必要な医療措置を受けさせる義務を負っていたとは認められないということで、えー、ま、不作為単独犯、 を認定できるほどのの高度の究明義務そういう作為義務は認定できないだろうということですね。したがって、不作為による殺人罪等の単独正犯は成立しないと。えっ、ー、と、殺人罪等って書いたのは、これ、錯誤の、ね、処理をして、結局、あの、嘱託殺人なので、錯誤の処理をするとね。まあ、なので、殺人罪または、嘱託殺人罪という意味なので、まあ、等を入れときましたけれども、まあ、いずれにしろ、正犯性と、あ、正犯としての作為義務かな。 え、不作為単独犯の正犯としての作為義務は認定できないだろうと。え、他方、オツは実行行為の際、え、孔が帰宅したことに気づいていないと。え、オツと甲が X の殺害について、目次的にも意思連絡を遂げたとは認められないと。え、がって、え、殺人罪等のオツとの共同正犯も成立しない。はい、え、これは、参考判例7をつけておきました。いわゆる、スワット事件ですね。え、目次の現場凶暴 はい。これも本件では認定できないと。で、そこで以下、オツにえ、オツに成立する殺人罪への不作為による重犯の性比について検討すると。で、まず一つ目は、えー、正犯の認定ですね。これ気をつけてください。従属性があるので、重犯を認定しようとするときは、必ず一番最初、冒頭に正犯を認定してくださいね。えー、口述の通り、オツに X に対する殺人罪が成立すると。 いいですね。まあ、当案構成上はですね、人ごとに在籍を検討するから、まあ、公の在籍の検討の中ではね、こういうふうに公述の通りって記載しておいて、えー、まあ、中身の、要件の中身の検討は、オツの在籍に後回しにしておけばいいと。まあ、あるいは、オツの在籍からね、実行行為者がオツの場合は、オツの在籍から先に書くと。どっちかですね。いずれにしろ、純判を認定する際は、先に正判が認定されてなきゃダメですよと。で、えー、問題は2番。不作為による法上と。参考判例8をつけておきました。 不作為による重犯は、正犯者の犯罪を防止しなければならない作為義務。はい。先ほど言ったように犯罪防止義務の方ですね。救命義務ではなくて。はい。こういう義務のあるものが、一定の作為によって正犯者の犯罪を防止することが可能かつ容易であるのに、この可能かつ容易っていうのは、えー、当該義務の履行可能性を表す。まあ、これはね、作為の可能性容易性っていう要件は、これは不作為正犯の場合と同じですね。 えー、義務を課す前提として、その義務の履行可能性がなきゃいけないと。えー、そして、そのことを認識しながら、当該一定の作為をせず、これによって、はい、これによってっていうのが因果性ですけどね。これによって、正犯の犯罪の実行を容易にした場合と。えー、因果性の要件については、これは不作為正犯の場合とはちょっと違ってきます。先ほどもちょっと言いましたけど、救命可能性という意味ではないと。結果回避可能性ではないんですね。 はい、これ後ほどままた言及します、えー、以上が作為による重犯の場合と同志できることが必要と解されるとで、まあ、この同志できるっていうのが、まあ、同価値性というやつですけど、まあ、同価値性は独立の要件に位置づけて論じてる論証をよく見るんだけどこれは別に独立の要件っていう感じではなくて、ね、以上の要件を充足した場合は作為の場合と同志できるよということを意味している、ね、そういう意味ですね で、見ていきましょう。作為義務の認定です。え、こうはあ、X の実施として、X の扶養義務、民法877条1項3章を追うことに加え、まあ一応ですね、前提としてこういう法令上の地位は指摘しておきます。ただね、こう、それだけでは、例えば民法上こうやって扶養義務を追うとか、あこの法令上そういう地位にあるよっていうだけでは、 ああ、警報上の作為義務は生じないので、プラスアルファで実質的な事情が必要ですね。で、それを見ていくと、入院していた X を退院させ、自宅で数ヶ月間、その介護を行っていたところ、おツが X の殺害に及ぼうとした際、室内には、オツと X の他には、こうしかいなかった。X が、オツから殺害されることを阻止しうるものは、こう以外存在しなかったと。と あのこれも結局、先ほども言ったように X を究明できる者としては、公のほかにもオツがいるので、究明義務との関係では排他的支配まではないんだよね。故に不作為制犯は成立しないんだけど、他方、オツの犯行を止められるのは、犯行阻止義務との関係でいくと、オツの犯行を止められるのはその場に公しかいないんだから、この限りでは犯行阻止義務を基礎づける程度の一定のこの支配関係というか依存関係は肯定できると。 そういう意味ですね。他方、X は寝たきり状態であり、自力で移動できず、回復の見込みもないということから、X の生命の安全の確保は、こうのみに依存していた状態にあり、かつ、こうは、X の生命の安全が害される危険な状況を認識していたというべきであると。まあ、ここもね、え、おを除くと、こうしか助けられる人いないでしょうと、そういう意味です。したがって、え、作為義務の認定ですね。え、5ページ。 公には、オツの実行行為を目撃した時点で、オツに声をかけたり、オツの両手を X の首から引き離そうとしたりするなどして、それ以上、オツが X の首を絞め続けて実行行為を継続することを阻止しなければならない義務、作為義務があった。はい。犯行阻止のための措置の具体的な内容をここで認定するのがポイントです。あの、作為義務の認定の時はもう全部同じですね。 えー、作為義務の内容を具体的に特定するというね。えー、この注意点は、不作為制判の場合も同じ。で、このね、具体的に義務の内容を認定できているかどうかっていうところで、当案の印象が大きく変わるからね。えー、単に作為義務があったって書くだけじゃダメで、えー、その内容ですね。 大半の答案は作為義務とかあ、あるいは救護義務とか、なんか漢字4文字でね、この義務を認定してるんですけれども、しかし判例を見ると、判例が漢字4文字で作為義務を認定したことはないんですよ。えー、何々何々すべき義務って必ず内容を伴って、ね、具体的な行為を、ね、きちんと特定した上で、それをする義務なんだと。えー、なので、必ずここでもね、実行行、えー、ごめんなさい、えーと、作為義務の内容を必ず具体的に認定するということが、 あポイントです。で、カッ2番、作為の可能性容易性ですが、まあ、これはいいね。え、孔がオツに声をかけたり、オツの両手を X の首から引き離そうとしたりする措置。まあ、これが一定の防止措置ですけど、これを講じることによってオツが実行行為を継続することを阻止することが可能であったといえ、また、上記一定の防止措置は孔にとって容易に取り得る措置であったと認められる。で、問題カッ3、因果性ですね。不作為による法助の因果性と。 参考判例9をつけておきました。で、これもね、えー、よく解釈で問題になるところなので、えー、押さえておいてほしいんですけれども、この、犯行阻止の改善性と、これがいわゆる因果性なんですけれども、えー、要するに、不作為法上の因果性っていうのは、不作為が正犯の犯行を容易にした、と、この関係だよね。正犯の犯行を容易にして促進したんだ、と、これが因果性ですよね。だから、これ裏から言うと、一定の作為をしていれば、 正犯の犯行が困難になったと言えればいいわけです。不作為が犯行を容易にしたっていうのは裏から言えば、作為していれば困難になったんだと。正犯の犯行が。いいですかで困難になる蓋然性があればいいんですよ。これ、一定の作為があれば結果発生を防止できたことまでは必要ないわけです。いいかなここがポイント。えー、従って、えー、レジュメ戻っていただいて。えー、鍵括弧ほ助とは、 正反の実行行為を容易にする行為をすべて包含するものであり、正反者の実行行為を通じて結果に寄与するものであれば足りると。したがって、不作為による補助の場合、一定の措置を講じた場合には、正反による実行行為が困難化した関係、これですね。すなわち、正反による実行行為が阻止される一定程度の外然性があれば、不作為によって結果発生を促進し、容易にしたものと認められると。 したがって、かかる、補助の因果性として、正犯による実行行為を確実に阻止できたという関係までは不要であると。はい。これがまあ、判例の解釈論です。参考判例9とかを見ておいてください。ね、ポイントは、正犯の犯行を阻止できる該前性があればいい。結果発生を防止できる該前性までは不要だと。 さあ、で、当てはめ見ておこう。うが、あ上記一定の措置、防止措置を講じた場合には、あオツの犯行を直ちに止めることができた、可能性が高かったことからすれば、うの不作為の結果、あ上記一定の防止措置があった場合に比べて、オツの実行行為が容易になったと、お、いうことは疑いない。従って、うは上記一定の防止措置を講じなかった不作為によって、えー、オツの実行行為を容易に促進したと、というふうに認められるよと。 因果性が認められるで4以上より公が上記一定の防止措置をしなかった不作為は作為による重犯の場合と同視できると同価値だといえるから書きかっこう助に当たるといいですねここも論じ方ちょっと注意してくださいあのう助の場合は因果性まで認定した段階で初めて補助が認定できますからね あの、共同戦犯の場合は、共謀の認定と、共謀に基づく実行っていう形で、共謀の認定と因果性の認定って別々の要件で普通は論じるけれども、重、えー、犯の場合は因果性を及ぼして初めてほう助に当たるので、因果性の検討までして、書き加工ほう助に当たるですからね、えー。なお、オツは、上記公の補助行為を認識してはいないけれども、上述の通り補助とは、戦犯の実行行為を容易にする行為を言う。えー、戦犯の実行行為を促進し、容易にすることは、 正反者が法助行為を認識しなくとも客観的に可能であるから、法助犯の成立に正反者との総合的な意思連絡は必要ないということで、まあ、いわゆる偏面的法助です。一応これは一言言及しておいてください。参考判例10をつけておきました。で、次に主観面ですけど、恋。参考判例11、12ですね。 えー、恋のところで、最もこうはですね、X がオツに事故の殺害を頼み、え、オツがこれに応じて X を殺害することにしたのだと誤信しており、え、X が望んでいるのであればそのまま死なせてやろうと考えて上記補助行為に及んでいるということで、認識としては嘱託殺人ですね。嘱託殺人の奉助の認識で、客観的には殺人奉助に当たる事実を実現していると。え、いわゆる抽象的事実の錯誤ですね。で、ここは法定的符号説を論じておきます。 えまあここもね、えー、あまり問題ないので、パパッと処理すればいいでしょう。えー、犯罪の行為があるとするには、罪となるべき事実の認識を必要とするものであるが、行為者が認識した罪となるべき事実と、現実に発生した事実とが、必ずしも具体的に一致することを要するものではなく、両者が法定の範囲内において一致することをもって足りると。はいえー、まあこれ、は反の立場ですね。で異なる構成要件にわたる錯誤がある場合、 保護法益及び異行為対応の観点から両者につき、構成要件的に重なり合いが認められる範囲において、軽い罪について公犯の成立を認めることができる。38条2項3章と。これ3章ですからね。38条2項は、軽い罪の認識で重い罪の犯罪を犯した場合は、その重い罪では処断できないって規定してるだけだよね。 その場合に、当該軽い罪の方で処断できるのかどうかっていうのは、これ38条2項は直接は規定してないから、ここは解釈論ですからね。軽い罪の故意犯の成立を認めることができるというのが、ここでの解釈論です。そうすると、重なり合いを検討してください。括弧二2番。 殺人のほ助と嘱託殺人のほ助は、被害者を殺害、ね、被害者の殺害を補助する行為であるという点で客観的な行為対応は共通しており、また、両罪の保護法益は共に人の生命だということで、したがって、両罪の構成要件の重なり合いが認められる範囲において、軽い嘱託殺人罪のほ助についての行為犯の成立を認めることができると。まあいいでしょう。 で、以上、結論。以上より、オツの X に対する殺人罪について、こうには嘱託殺人のほ助の限度で、オツへの重犯の成立、重、えー、犯が成立するということですね。よろしいでしょうか。で、まあ、罪数は見ておいてください。まあ、併合罪でいいかなと。で、最後、オツの方ですけど、オツの方はほとんど問題がないので、えー、さっと認定しておしまいと。ね、おつが殺意を持って、えー、両手で X の首を絞め続け、 えー、よって、X を窒息死させた行為について、えー、X に対する殺人罪が成立すると。で、えっ、ー、と、食卓の点はね、えー、なおってとこね、えー、X はオツに対してしばしば死にたい、もう殺してくれと言っていたものの、えー、オツの実行行為中に、オツに、あれは嘘だ、やめてくれというふうに言っていると。えー、オツも X が本心では死を望んでいないことを認識した上で、殺害に生んでいるということで、えー、食卓殺人にはならない,い,いと。えー、客観的に食卓がないし、えー、 オツの主観的にも食卓があったという認識ではないわけですから、オツは客観面も主観面もいずれも殺人罪ということでいいでしょう。はい、ちょっと時間が限られているんでごめんなさい。えっ、ー、と、超過しましたけれども、えっ、ー、と、以上がざっとした分析になりますので、まあ、あの、レックの方の回答例も参考にしながらですね、各自復習をしていただければと思います。はい、えっ、ー、と、じゃあ、駆け足でしたけれども、刑法の講義はこれでおしまいします。お疲れ様でした。